国税庁前に社会部の湯田記者がいます。湯田さん、この佐川国税庁長官の辞任の意向を固めたというニュース、周辺はどのように受け止めているんでしょうか。今回の事態を受けて、ある国税庁の職員は寝耳に水と話し、率直に驚いた様子でした。またこの職員は、長官が途中で退任するというのはこれまで一度あったくらいだと話し、事態の異常さが伝わってきました。佐川長官は去年7月に国税庁長官に就任しましたが、慣例となっていた新長官の就任会見を拒否し、その理由について諸般の事情によりとするだけで、明確な説明をこれまでしてきませんでした。このような佐川長官の姿勢を受けてか、先月の確定申告初日には国税庁前では市民団体が抗議デモを行い、佐川長官の罷免を訴えました。また関係者によりますと、確定申告に訪れた納税者からも厳しい声が寄せられていたということです。国民の前で何も語らずにこのまま長官を辞任するのか、今後の佐川氏の動向に注目が集まっています。